され、出産を強いられていました。水や食料だけでなく、医薬品も不足していまして、衛生状態も日増しに悪化しています。状況は時間を追うごとに深刻さを増していて、一刻も早い救援活動が求められています。こんばんは。こんばんは。台風直撃から3日です。今のリポートでも現地の状況非常に切迫している。時間が経過とともに状況悪化しているということがありました。被害を拡大させたのは猛烈な風や雨だけではなく、高潮が挙げられます。高潮が津波のように町を襲い、多くの住民が家元を流されました。4メートルを超える高潮に襲われたレイテ島の中心都市タクロバン。被害に遭った人からは、It is like a ghost town.